HP のセキュリティ機能のうち、本日は HP シュアリカバーのデモンストレーションをお見せします。まずは HP のシステムでない PC の場合を見てみましょう。今ユーザーはランサムウェアを仕込んだデモサイトを表示しています。このタイプの攻撃を受けるとウェブサイトを閲覧するだけで感染してしまいます。今ランサムウェアに感染し、データを復旧するために身代金を払うように要求されています。この場合は OS まで感染し利用できなくなっているので、支払い画面までもいけません。システムはマルウェアの感染のため再起動を始めます。再起動中にシステムは BIOS でフリーズしました。起動できるデバイスがないため Pixie ブートを試しています。起動できる USB メモリーを持っている人はめったにいません。また多くのシステムは DVD ドライブからの起動をサポートしていません。この時点で PC のシステムはダウンし、起動できなくなってしまいました。これは HP 以外の PC のケースでした。次は HP の PC でデモをやり直してみます。先ほどと同じウェブサイトを閲覧し、ランサムウェアに感染しました。ランサムウェアが身代金を要求しています。身代金を払わずそのまま放置してみます。今ランサムウェアに感染し、データを復旧するために身代金を払うように要求されています。この場合は OS まで感染し利用できなくなっているので、支払い画面までもいけません。システムはマルウェアに感染したため再起動を始めます。ここまでは同じ動きです。 HP のプラットフォームは起動可能な OS イメージが見つからない場合、リカバリーをするかどうかの確認をしてきます。確認画面に表示される数字キーを入力するとリカバリーが開始されます。ネットワークリカバリーが始まり、システムは必要なイメージをダウンロードします。ここからはリカバリーの主要ステップを表示します。リカバリーが正常に完了すると OS が何事もなかったように立ち上がります。ヘルプデスクのサポートなしでシステムがリカバリーしました。